マイケル・デッポリはアメリカ合衆国のプロレスラー。ルイジアナ州バトンルージュ出身。ロードキルのリングネームで知られる。1996年、プロレスラーになるために ECW が主催するトレーニングセンターであるハウス・オブ・ハード・コアに入門。タズト・ペリー・サターンから鍛え上げられ、同年には ECW のロースター入りを果たし、 10月18日にプロレスラーデビューを飾った。1997年により経験のアミッシュながらハードコアファイトを好む過激派ギミックとして活動するようになり、12月には同じくハウス・オブ・ハードコアから ECW デビューしたダニード・リングとタッグチームを結成。ストーリーラインにおいて、ノバーンド・クリス・チェッチと2年間の長期構想を経て、 ECW 世界タッグ王座獲得に向けて、章順を絞ると、インパクトプレイヤーズ、ニューデンジャラス・アライアンス、FBI、レーベントミードリーマーといったタッグチームと激闘を繰り広げ、2000年12月3日、PPV である、マッサークルオン・サンフォース・ストリートにて FBI を破り、念願の ECW 世界タッグ王座を手に入れるとともに、ECW 最後のタッグ王者となった。 2001年、ECW が崩壊。ECW のレスラーの一部が WWF と契約を結んで入団する中、ロードキルとドーリングはフリーランスで活動していくことを選択。アップエや ICW に参戦後、2002年より3、PW を拠点として、アミッシュロードキルのリングネームで活動。2003年10月15日、ティネに参戦。 かつて ECW でしのぎを削り合ったライバルであるダイヤモンドスウィンガーと対戦して勝利し、同月22日にはダイヤモンドスウィンガーとの再戦にて NWA 世界タッグ王座をかけて対戦するが敗戦しダッシュするに至らなかった。2005年 3PW が団体における活動休止を発表。同時に WWE が ECW リユニオン賞である ECW ワンナイトスタンドを開催。このイベントをきっかけに WWE は ECW のレスラーの多くを入団させ、またロードキルとドーリングも同じく契約を交わし、入団した。ECW 人気の勢いが上がる一方で、ロードキルは参加団体のオベでの活動が中心となり、2006年に復活した ECW にてようやく昇格を果たした。 6月13日の ECW 初回放送での勝者は、ジョン・シナとトの試合する権利を得ることができる、バトルロイヤルマッチに出場するが、ビッグショーから落とされ脱落となった。以降、ドーリングとのタッグを組む機会もなく、ECW での出番は、ダークマッチか、ハウスショーの出場があるになり、再びオベエと降格した。12月にはドーリングが解雇されてしまい、 ネームバリューも低下したことから2007年2月より、トニー・ブラドック、そして4月に、アントーニポラスケートリングネーム変更。4月30日に、WWE へ再昇格し、ヒートにて、バルビーナスから勝利した。しかし、テレビショーでの出番も、この一度だけとなり、再度、オベと降格。以降、WWE への昇格する機会がないまま2008年2月に、 解雇となった。WWE 解雇後、インディー団体へ出場することもなく、引退状態となっていたが2012年10月6日、トミードリーマーが主催し、旗揚げ戦となる方に4年ぶりに、リングに戻った。名優のドーリングと組んで FBI と対戦して、勝利を飾った。ありがとうございます。